昨日午後、鶴岡市の県道で軽乗用車が直線道路を走行中、電柱に衝突し、90歳の男性が死亡しました。昨日午後2時45分ご頃、鶴岡市藤島の県道を北に向かっていた軽乗用車が道路をはみ出し、進行方向左の電柱に衝突しました。この事故で後部座席に乗っていた。 鶴岡市の無職、大久保達次さんが頭の骨を折るなどして、今朝早く搬送先の病院で死亡が確認されました。運転手の女性と助手席に乗っていた女性は、肋骨を折るなどの重傷です。警察によりますと、亡くなった大久保さんは助手席に乗っていた女性の夫で、3人は親戚関係だということです。 現場は見通しの良い直線道路で警察が事故原因やシートベルトをしていたかなどを調べています。